皆様こんにちは、あずみです。お待たせいたしました。塗装ブースを作ってから一回もやっていなかった塗装の練習やっていこうと思います。今回行うのはファイヤーパターンといって、ここに写真貼っておきますね。これをやっていこうと思うんですけれども、いろいろやり方がありまして、ステンシルプレートやマスキングを貼ってやるやり方もあるんですが、今回私がやるのはリアルファイヤーといって、メラメラと燃えている感じをリアルに描いていくやり方です。これを練習していこうと思います。そして塗装するものなんですけれども、前にコメントでいただいていたんですが、こちらのコンセントのカバー、これを練習台にしていこうと思います。それでは練習開始です。安住工場委員会。はい、黒をベースに塗ってきたのでファイヤーパターンを描いていきたいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。自画自賛ではありますが、初めてリアルファイヤーをやってみて、それなりにうまくいったんではなかろうかと思います。ただやはりプロの方のようにシャープでキレのある炎は描けなかったので、今度はステンシルプレート、こちらを購入してまた再挑戦してみたいと思います。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。